ちは、こんばんは、おはようございます。クチーヌの部屋へようこそ。ようこそ。ということで、今日お話しする話題は、成功するセラピストの男性性、女性性についてというお話をしたいと思います。これはね、結構セラピスト業界だと、結構当たり前に言われてることなんです。あのね、前に、皆さんに、ちょっと考えていただきたいんですけれども、男性性の強い男性と女性性の強い男性、そして女性性の強い女性と、男性性の強い女性で、この中でセラピストに向いてるのは男性はどっち、女性はどっちでしょうか。皆さん考えてください。テケテテテケテテテデデデデドゥルルルルテケテケテケプドゥンドゥンポンポン。考えました。考えました。テケテケテテケテケテテテ考え中、考え中、考え中。リスナーさんの答え、それは男性セラピストとして売れるセラピスト、成功するセラピストっていうのは女性性の強い男性です。そして、女性がセラピストとして成功するのは、男性性の強い女性です。それがどういうことなのかっていうのをこれから解説していきたいと思います。で、男性性女性性っていうのは男性の中にも女性の中にも内なる女性性のアニマと呼ばれているものと、内なる男性性のアニムスと呼ばれているものがあって、そのバランスの問題を言っています。で、男性性の強い男性っていうのは、セラピストには向いてませんが、コンサルタントとかなら向いてます。セラピストとコンサルタントの違いっていうのは、基本的にセラピストっていうとカウンセラーとか、あと霊気をしたりとか、アロマセラピーマッサージをしたりとか、いわゆるクライアントさんをケアするお仕事をするのがセラピストだと考えると、コンサルタントっていうのは、カウンセリングとコンサルタントってすごい大きく違っていて、その2つの大きな違いをご理解されてないまま使ってる方たちがいらっしゃるんですけど、基本カウンセリングってなったら相手に、共感して話を聞くだけなんです。アドバイスはしないんです、カウンセリングっていうのは。基本的にはね、ロジャースカウンセリングは、相手の話を聞くだけなんです。そして共感するだけなんです。で、それにどうした方がいいよとか、こうした方がいいよっていうのは言わないんです。ロジャースカウンセリングだと。それに対してコンサルティングっていうのは、相手の話を聞いて解決策を教えていくのがコンサルティングになっていくんですね。で、まあでもカウンセリングって言っても、今時のスピリチュアルカウンセリングとか、大体は相手の話を聞いた後に、じゃあこうした方がいいよっていうことまで言うのがカウンセリングになってきているので、正確な意味での競技のカウンセリングというのと、言葉の意味が最近は変わってきているっていうのは否めないということですね。で、男性性が強い男性っていうのは、相手の話を聞いて相手の心情とかに共感するよりは、じゃあこれこれこうでこうした方がいいですねっていう解決策を先に提示するっていう方法を取るんですね。なので、コンサルティング、企業のコンサルティングとか、シンクタンクとか、経営アドバイザーとか、ね、経営コンサルタントとかにはすごく向くんですが、心理カウンセラーとか、ボディーワーク系セラピストとか、スピリチュアルカウンセラーには向かないんですね。向かないんですね。相手に共感できないから。うん。相手の気持ちをまず受け取るってことができないでしょ。だから、売れてる心理カウンセラーとか、売れてるセラピストっていうのは、女性性の強い男性になるわけですね。そして、女性の場合は、男性性の強い女性と、女性性の強い女性だと、セラピストとして売れるのは、男性性の強い女性になるんです。男性性の強い女性っていうのは、もともと女性であるから、相手の言ってることを受け止めて共感するってことができるんです。ただ、男性性がないと、それに対してどういうふうに
アドバイスするとか、こうした方がいいよとか提案をしたりとか、それを論理的に考えて、今この人がこういう問題を抱えてて、これを解決するにはどうしたらいいのかっていうところを導き出すということができなかったりとか、あと営業ができなかったりとか、いろいろあるんですね。ですからセラピストとして売れる女性っていうのは男性性の強い女性になりますよね。うん。例えばスピリチュアル YouTuber さんとかで言うと、桃代さんなんかはすごい見た目はゴージャスで、美人で、もう女性性が強そうなんだけど、サムネイルはほぼほぼ男性能で作ってるし、言われてることもすごく論理的で言ってるでしょ。なのでそういう方がいいというか、ハマりというか当たりなんですね。じゃあ女性性の強い女性がセラピストをやってしまっても、相手の話に共感しすぎて一緒に泣いて終わってしまったとか、一緒に迷宮に迷い込んでしまったとか、あと女性性が強い女性だと、あれですよね、営業したりというのが難しくなってくるんですね。企業、結局セラピストとして独立するために必要なのは、まず、マーケティングの才能ね。マーケティングの才能で、どういうことをしてどういうすると当たるのかっていうこと。で、マーケティングができたら次に営業ですね。広告を打ったり、ホームページを作ったり、告知文書を作ったり、営業をして、最終段階で接客業になってくるので、対人スキルも必要になってくるんです。だから個人としてセラピストとして成功したいんだったら、マーケティングを勉強する、営業を勉強する、接客業を勉強する、その3つが揃ってないとまず無理なんですよ。でも男性性の強い女性が、開業してしようと思うと、その3つのことを頭にあって開業するのね、男性性の強い女性の場合は。でも女性性の強い女性が、じゃあ私セラピストになろう、スピリチュアルセラピストになろう、どっか学校に通った後に開業しようってなると、マーケティング、営業、接客業をこなせないのね。まずマーケティングで人々がワクワクするような商品をどの層にどういう風に売ったらいいのかってこともできないし、営業ね、ホームページやブログや YouTube で私のセッションを受けてきてください、すごくいいことがありますよ、ワクワクするぞ、オラワクワクしてきたなってなっちゃうぞっていうことも言えないし、で実際来た時も接客業なんでね、結局はセラピストっていうのは、その対人スキルが全くない人がいるんですよ。セラピストになりたいって人で、今まで対人関係で悩んできて、接客業で成功したことないんだけど、セラピストになりたい人とか、あと、営業とか、自分を売るとか、自分に自信がないけど、セラピストになりたいとか、多いんですね。で、マーケティングができないと、どの層にどういうものを売ると売れるのかっていうのも分かんないしっていう形になってきて、でもね、女性性の強い女性がはじゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱりね、女性性の強い女性が歓迎される職業を選んだらいいと思うんですよ。ほぼさんとかさ、女性性の強い女性がするから、ほぼさんすごくいいわけでしょね。ほぼさんをしたりとか、あとエステシャンも、開業エステシャンじゃなくて雇われエステシャンとかだと、あんな女性性のいい強い女性になりたいなって人とかがいると思うだよ。でやっぱりね、福知院は一応スピリチュアルの学校の先生をやっていて で、開業したい、そのうち開業したい、いつかは開業したいっていう人もいるし、開業したけど閉店柄がとか、開業したけど閑古鳥が鳴いてるって人たちを見ると、マーケティングをやってない、営業をやってない
接客業ってことを分かってないっていうこの3本柱があって、それができてない人っていうのはやっぱりあの男性、自分のうちなるアニマとかアニムスの中で男性性を育てるってことをしてない、してない、してない、してない。でまあ本当女性性その強い女性があのセラピストを目指す構わないですよ。ちゃんと旦那さんが稼いでいて、自分はあのお小遣い稼ぎでたまにすればいいやレベルの人だったらそれで問題ないと思います。問題ないと思います。でもあのちゃんとそれを職業にしていくっていうんだったら、男性性、女性はすごく男性性を使っていかないとお金勘定もできないし、ねっていう感じです。だからちゃんと売れてる、売れてる、売れてる女性セラピストを見ると、女性性がすごく強い女性の場合は必ずと言っていいほどバックに男性がついていますね。スピリチュアルアキコさんとかだとヨシさんがついてるし、うちに前通ってた名古屋の方ですごい売れっ子のセラピストをやってる人ももう女性性しかなくて男性性かけるもないんですけど、ちゃんとあのバックに男性がちゃんとブレ、あの税理士と弁護士とってちゃんとあのついてるって言ってましたし、そんな感じでもし女性性がすごく強い、そしてセラピストになりたいって言うんだったら、ちゃんと男性のパートナーがいるんだったら問題ないと思います。そうじゃない女性性が強い女性がセラピスト を目指すんだったら、セラピストというのは雇われじゃなくて、もし開業してやっていくんだったら自営業だということを思ってください。自営業だということはマーケティング、営業、接客業です。対人スキルも必要だし、営業スキルも必要だし、マーケティングスキルも必要になってきます。そこを考えないでやっても難しいですよ。で男性の方でそのうちセラピストになりたいっていうんだったら、自分はコンサルティングの方が向いてるのかセラピストの方が向いてるのかっていうのを切り分けながら、コンサルティングの方が向いてるんだったら、企業コンサルティングと企業のスピリチュアル的なコンサルティングとか、女性の、閉店ガラガラのセラピストたちに営業スキルを教えるコンサルティングになるとか、そういう方向を目指していきたい、いけばいいんじゃないかな。だから、やっぱりセラピストとして売れてる男性を見ても、女性性の強い男性、がある、ある、あ、多いですよね。もともと GBLTQ の方だったり、それとか、一見女性っぽくて、GBLTQ なのかなって勘違いされるような男性が売れてますよね。男性性が強い男性が、個人セッションのセラピストとして、コンサルタントならわかりますが、セラピストとして売れるってことはまずないと思うのでっていう感じです。以上です。ポチッとなー。最後までご視聴いただけたら、いいねボタンとチャンネル登録、月に変わって、よろしくね。